皆さんこんにちは、キスケです。レジェンズフェスティバルの生放送が今終わりました。はい、まだ見てない方はまずフェスティバルの生放送を見てから、この動画を見て、僕の感想を踏まえて、楽しんでいただければなと、思います。めちゃくちゃ盛りだくさんでしたね。ビビったねよいしょよいしょ、ほんまに衝撃的な情報があるので、ちょっとそちらの方を見ていこうかなと思います。まずはこちら、レジェンズフェスティバル2021最新情報ということで、はい、最大合計300連ガシャ無料ということですね。5日間ログインで合計300枚のガシャチケットをゲット。でラインナップ見る感じ結構豪華よね。だから3周年で追加されたベジットブルーとかケフラーも入ってると。で、需要の高いナンバーワンベジータとか復活悟空とかも入ってるっていうことで、ラインナップは全然悪くないんじゃないかなって個人的には思います。いつもねこういうガシャってあまりラインナップがなんかよろしいとは言い難いガシャがね、ほとんどだとは思うんですけども、今回に関しては3周年のキャラクターたちも中に入ってるということで、これはちょっと楽しみですね。ただ5日間はしっかりとログインしてガシャチケットを全部もらわないといけないので、5日間はログインしましょうと。で、開催期間が1月の17日までって書いてあるんで、結構長くやってますね。で、お次。はい。超還元キャンペーンということで、過去のガシャに使用した時の結晶の数に応じて、フェスティバルプレートを還元。プレートはガシャチケットなどの、豪華アイテムと交換と。いうことで、前回とか、還元キャンペーンっていうのは今までに3回ぐらい実装されとったと思うんですけど、今回は初めてのプレートを付与されるということで、今まではガシャチケットのみだったんですけど、それがアイテムにも交換できると。なんか消しゴムとか、ガシャチケットももちろん交換できるよって言ってたんで、これはね1年間使ってきた時の結晶がバレてしまうと課金してる側からするとちょっと恐ろしいもんがあるなっていうのはあるんですが、これも楽しみですね。で、お次。はい、フェスティバルホイポイということで、ホイポイキャンペーンはね結構豪華なんで、豪華っていうかすごい好評なイベントなんで、今回も開催ということですね。豪華アイテムが獲得できるフェスティバル豪華なホイポイ、超低確率でリミテッドマルチ Z パワーも落ちるんですね、これ。で、こちらのホイポイは、今までさ、なんかステップに分かれて、ホイポイってあったよね。ただ、今回は、ステップじゃないみたい。最後で修正があったんやけど、ステップの、ホイポイではないみたいですね。はい。ただ、リミテッドがね、リミテッドのマルチ Z パワーが落ちる可能性があるっていうだけでも、結構嬉しいんじゃないかなと思います。で、お次。フェスティバルチョイスバトルということで、欲しい報酬を選んでバトルできるチョイスバトルの豪華バージョン。どのバトルを選んでも時の結晶をゲットできるということで、時の結晶プラススタミナ、時の結晶プラス消しゴム、スキチケ、ソウル交換メダルみたいな感じで、選んでいけるっていうことでしょうね。これはもう嬉しい以外の何者でもないですありがとうございます。じゃあお次、フェスティバルワールドミッション、全世界のユーザーで達成を目指す新たなミッション、時の結晶やフェスティバルプレートなど、報酬で登場するということですね。今まではなんか全世界共通で頑張るって言えば、レイドバトルとか、ツイッターのリツイートキャンペーンとかそっち系ばっかだったんですが、なんか新しい試みっていう感じかな。ワールドミッションが開催されると。はい、意思がもらえるならなんだっていいよ。お次。始めようぜ、レジェンズ。こっからが初心者向けの、初心者っていうか今から始めようか迷ってる、今から始めてすぐっていう人向けの情報になります。これはもう結構情報出てるんでね、サクッといきましょう。サイヤ人劇場版悪の系譜から、一タグ選んでゲットできるという感じですね。で、ウルトラ獲得キャンペーン。常時開催中ということで、演出も素晴らしいんでね。で、最近はユニークフラグメントっていう結構強い装備品が、実装されたんで、
まあ、最前線で戦っていけるぐらい強くなってるんでね、まあ、今のうちにゲットしておこうということですね。で、6体の悟空獲得イベント、なんかね、イベントキャラはイベントキャラでもタグが統一されるみたいなアップデート内容ありましたよね。お知らせでちょっと見たんやけど、まあそれ見る感じだとこいつらも一致団結すれば結構強く使えると思うんで、まあ、今のうちにゲットしておこうという形になります。そして168時間限定スタートダッシュガシャ、これもリミテッドがね、1体確定でもらえるんで、まあ、今から始めようか迷ってるっていう人はとりあえずインストールしてこのガシャ引いて続けるか続けまいか迷うっていうのもありなんじゃないかなって思います。そしてレジェンズフレンズパワーアップということで、友達がいない方にはちょっと申し訳ないイベントが実装されてますね。招待した方の報酬に、時の結晶300個追加と。まあでもこれツイッターで募集とかできるんでね、うん、そういう SNS を使って呼びかけるっていうのも全然大丈夫だと思うので、まあ、友達いない方でも大丈夫だと思います、僕みたいにね。はい。そしてここからが、今までずっとやってきたクロート向けの、イベントになります。5週連続レイドバトルということで、フェスティバルバトル、違う、フェスティバルレイドですね。フェスティバルメダルを集めて交換所で豪華アイテムと交換、ホイポイコインもドロップということで5週連続です。ただこのレイドはちょっと仕様が、まあ、戻ってるっていう言い方が正しいと思うんやけど、今現在はもう期間中はもうみっちりできるじゃないですか、体力がいくら減ろうが。ただ今回のフェストバトルは、期間中体力がゼロになっちゃうともうその時点で終了になってしまうので、まあやれるだけ時間を取ってもうやってしまうっていうのが、まあ、一番効率的に回れる手段だと思います。そして最強フラグメント、コレクション全復刻ということで、まあ、ユニークフラグメントが全部復刻するっていう形ですね。まあ、だから取り逃してしまってユニークフラグメントをここで一気に強化しようと、絶対強化とかね、保護強化とか、実装されてますんで、今のうちにっていう形ですね。そしてフェスティバル決闘2021開催ということで、スペシャルな称号フェスティバルの支配者をゲットして戦い抜こうということですね。フェスティバルの支配者っていいよね。うん、かっこいいわ。わかってるわ、ユーザーのことを。はい。そしてお次。おなじみの冒険イベントがフェスティバル仕様で開催と。冒険で骨付き肉などを集めて時の結晶やガシャチケット等の豪華報酬をゲット。まあ冒険イベントですね。クソまずそうなケーキですけどね。色合いがね、体にめちゃくちゃ悪そう。っていうことです。ではお次。さあこっからが新キャラ情報になりますよ。もうここからが目玉ですよ、僕たちユーザーはね。ドラゴンボールレジェンズマイ、ちょっとスクショが下手くそでグリッチかかってるみたいになってるんですが、マイが実装されます。でお次、はい、ザマス悟空ブラックアシストキャラが実装されます。そしてレジェンズリミテッドのキャラクター、はい、平和への思いを希望に変えて、ホープソードトランクス実装です。おめでとう。ようやく来たね、ようやく来たわ。なんか予想でさ、ここのパネルまんまやったね、やっぱりホープソードやったんや。予想は完全的中っていう感じやね。はい。さあ今すぐダウンロード始めるなら今ですよ、カミングスーンということで。はい、性能を見ていきましょう。まずマイはエクストリームで、性能を見る感じだとマイむちゃくちゃ強いと思う。レッドの射撃タイプ、ガールズ未来ですね。ユニークアビリティ、場に出た時バトルメンバーにトランクスがいると射撃用ダメージ 70% アップ、ドロ速1段階アップ、控えに戻る際に、トランクスの体力 10% 回復、打撃用ダメージ 30% アップ、自身以外のバトルメンバーに未来ガールズが1人編成されているたびに余ダメ 30% ずつアップ、火ダメ 20% ずつカット、まあ、だから自身以外やから 60% マックスで上がるよっていう。でプラストランクスがいると 130% 射撃余ダメージが上がるっていう感じだね。やばすぎ。戦闘不能になると味方の余ダメージ 30% アップ、気力回復速度が 50% アップ。でメインアビリティが特殊をドロー、体力 20% 回復、気力30回復、
敵全体の一つ斬撃属性の非ダメージ 20% アップ、必殺アーツ敵に一つ属性の大ダメージを与えて発動時敵の射撃非ダメージを 20% アップ、トランクスとの強いシナジーを持ったキャラクターという形ですね。はい、特殊アーツはねフラッシュバンでしたね。うん、じゃあお次、強いよね普通に。さあ、ザマス悟空ブラックアシスト実装ということで、グリーン属性のタイプは防御、神の木未来再生サイヤ人スーパーサイヤ人ロゼ強大な敵。うんさあ見ていきましょう。ユニークアビリティ、バトル開始時以下の効果を発動すると全て消去不可、能力低下の発生を無効、火ダメ 15% カット、火ダメ 15% カット、火ダメ 30% カット。なんだこれ。あ、時間経過があるってことだよね。はい、場に出た時敵全体にメインアビリティ使用禁止、10カウント発動回数2回、まあ覚醒ビルスみたいな感じだね。控えに戻ると、味方の体力を回復、打撃はダメージアップ、まあ何パーセント回復かは書いてないね。ただ回数制限がないから結構厄介なんじゃない。うん、バドスみたいな感じ でカバーチェンジ時、ドロ速2段階アップ、敵の気力を減少。特殊アーツ、気力回復、敵全体の火ダメアップ、サイヤ人もしくは根血に対する湯ダメアップ、敵のバニシングゲージを0、発動回数1回、これは厄介よ。必殺アーツ、ヒット時敵のドラゴンボールを1つ減らす、バトル序盤に圧倒的な硬さを誇る防御キャラクターということですか。なるほどね。まあ演出見たけど結構かっこよかったですね。はい、まあいろんなパーティーに入るんじゃない。未来パーティーにも入るし、強大な敵パーティーのね緑枠としてまあ使っていけるって考えると悪くないんじゃないかなと思います。ではお次、目玉キャラクターホープソードトランクス見ていきましょう。はい、ホープソードトランクス、まあリミテッドですね。ブルーで打撃タイプ、根血未来ベジータスーパーサイヤ人と、ユニークアビリティ、アーツの攻撃を受けるたびにユニークゲージが増加。こいつユニークゲージ持ってます。リミテッドセルとか身勝手と一緒ですね。最大値になると敵の気力減少、体力回復、余ダメアップ、究極余ダメアップ、ドロ速1段階アップ、345は消去不可、余ダメアップ、究極ドロ速は消えません。これは強いで、打撃カバチェン持ってますね。必殺アーツの追撃可能と。バトル開始時、自身以外のバトルメンバーにベジータ一族未来が2人編成されていると自身に以下の効果を発動、自身の体力が0になった時一度だけ体力 25% 回復、自身の体力が0になった時ユニークゲージを 100% 増加、体力が0になった時復活キャラクター、あ、復活阻害ですね、本来の回復力の 70% で復活させると、うん、いうことですよ。はい、まあ一見その根血強化なんじゃないか、また根血かよって思う方いると思うんやけど、まあここですよね。根血に採用すると不死身が発動しないんですよ。まあその点がちょっと厄介だと思うんですよね。まあだから純粋にベジータ一族と未来で使ったらいいんじゃないかなとは思います。で、究極アーツ、不死身無効ですね。で、戦闘不能なバトルメンバーが2人いると属性相性を振り向こう、射撃アーマー持ってると。ユニークゲージを持つ一発逆転タイプのアタッカーということで、どうなんでしょうかね。まあでも不死身なくても根血に採用しますっていう人は多分絶対いてくると思うし、なんならそっちの方が強い可能性もあるよね。うん、その辺はちょっとわからない。ただ Z アビリティとかも、あ、でも Z アビリティに関してはリーダー枠あるからあんま意味ないのか。あー、まあでも不死身ないって結構でかいんでね、純粋に未来強化とかでいいんじゃないかなとは思うんですが、どうでしょうかね。はい、イラストがかっこいい、あ最高やわ。はい、ということでお次の情報を見ていきましょう。さあ、まだ新キャラクターはございますもちろんね、運命の激闘が今再燃するブロリー実装です。パラガスいますね。最終形態フリーザも実装と、次ですよ
これマジでテンション上がったわ。はい、これ何かわかります？今までと全然違うよね、模様が。これ何なのかってか、言うと、はい、スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空&ベジータが実装決定となります。神さあ今すぐダウンロード始めるなら今ですよ能力見ていきましょうか。まず最終形態フリーザはエクストリームとグリーン属性の防御タイプ、ユニークアビリティ、サイヤ人から受けるダメージを 10% カット。場に出た時戦闘不能なバトルメンバーの人数に応じて以下の効果を発動と、誰も死んでないと4ダメ 20% アップ、火ダメ 20% カット、1人死んでると 40% アップの 20% カット、ラストワン性能が 60% アップの 30% カット、はい、バトル開始時4ダメ 50% アップ、火ダメ 20% カット、消去負荷ですね。場に出た時敵の気力を20減少、手札を1枚破棄で、必殺アーツ、不死身無効ですね、射撃アーマーで、メインアビリティ必殺アーツをドロー、気力50回復、ドロー速1段階アップ、しぶとい耐久力を持つ、強エクストリームキャラクターということで、まあ前に比べるとちょっと落ち着いてるかなとは思いますね、正直。うん、残念残念です。でお次、はい、ブロリー、こいつもまたグリーン属性ですね。でタイプが打撃、タグがサイヤ人フリーザ軍兄弟の敵と、まあエピソードに劇場版ありますね。でユニークアビリティ、サイヤ人に対する4ダメ 20% アップ、バトル開始時以下の効果を発動すると、次に発動する必殺4ダメージが 60% アップ、火ダメ 25% カット、必殺アーツコスト 25% ダウン、25ダウン、はい、場に出た時必殺アーツをドロー、これやばいよね。気力25回復、4ダメ 80% アップ、火ダメ 30% カット、うんうん。メインアビリティ、打撃アーツをドロー、特殊カプチェンを無効、30カウント、体力 15% 回復、気力30回復、次に発動する打撃用ダメージ 40% アップ、その他必殺アーツとバトル勝利画面にパラガスが初登場となんかね、パラガス実装してくれっていう人結構いたと思うんで、おめでとうって感じだね。でバトル開始時の必殺アーツが超強力なアタッカーという感じでまあどうなんでしょうかね、見た感じ結構普通に感じるけどな。うん、ただまあその場に出ると必殺アーツをドローっていうのも強いし、必殺アーツのコストが25ダウンなんで、まあこの気力25回復した分で必殺アーツは打てると思うんでね、まあわりかし必殺頼りのキャラクターっていう感じなのかな。まあここにも書いてるけどね、うん、まあわりかし普通なんじゃないって思うんやけど、どうかな。ただまあ特殊カプチェン無効とかは強いかなって思います。じゃあお次、目玉キャラクターの前に初のタッグキャラクター実装ということで、ちょっと仕様を見ていこうかなと思います。はい、タッグキャラクターとは、今までさブロリー&チライとか1号&2号とかタッグキャラクターって言ってたけど、アシストキャラクターなんですよね。本来のタッグキャラクターは初実装ということで、2人1組で入れ替わりながら戦うキャラクター。タッグキャラクターはメインアビリティがない代わりにチェンジアビリティを所持、アーツを使用したりダメージを受けることでチェンジゲージが溜まり、ゲージ最大になるとチェンジアビリティを発動可能に、発動するとキャラクターがチェンジ、本キャラクターがチェンジすると、これですね、悟空&ベジータですね、属性相性が反転、つまりパープル属性のキャラはイエローが得意にグリーンが苦手になるということですよ。これは難しくなるぞじゃあ見ていきましょう。はい、スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空&ベジータが実装と、リミテッドですね。パープル属性の打撃タイプ、タグがねやばいね、サイヤ人神の木、スーパーサイヤ人ゴッド、孫一族、ベジータ一族、うん、でエピソードに劇場版もあるからね。はい、じゃあ見ていきましょう。ユニークアビリティ、射撃アーツの特殊カバチェン、敵の攻撃を回避ってことは、
追撃はできないってことだよね。で、自身が打撃、射撃圧を使用するたびに以下の効果を発動。敵全体に火ダメアップの能力低下を付与。必殺圧のコストがダウン。発動回数5回の消極化。体力を回復。体力を回復。シンプル。やけど強いな。シンプルやけど強いな。打撃と射撃やもんね。強いね。で、復活阻害持ってますね。自身のドラゴンボールを2つ増やして、敵のドラゴンボールを2つ減らす。うん。特殊アーツ。必殺アーツをドロー。発動回数1回。敵の手札のアーツカードをランダムに1枚破棄。自身の気力回復。打撃用ダメージアップ。敵の気力を40減少。盛りだくさんやね。メインアビリティがないっていうこと やからね。うん。非常に強いです。で、必殺アーツ。不死身を無効。うん、射撃アーマー持ちと。そしてメインのアビリティですね。チェンジアビリティ。ベジータにタックチェンジし、自身の属性相性を反転。はい。悟空のまんまやと本来のパープルなんですよ。緑に強くて黄色に弱い。ただチェンジアビリティを発動してベジータに変わるとイエローが得意、緑が不得意になってしまうと。なってしまうじゃないか、メリットなのかな。はい。になると、使用条件チェンジゲージが最大。まあチェンジゲージ最大にする、原理は先ほどありましたよね。アーツ使用したりダメージを受けたりっていうことですね。で、体力回復&気力回復&ドロ速1段階アップ&必殺用ダメージアップ。うん、チェンジするだけでこれだけ乗りますからね。体力回復やばくない？地味にやばそうやね。そしてお次がこちら、ベジータバージョンですね。ここに相性反転って書いてます。だからまあ言ってしまえばレッド属性、あ違うわ、全然違いますね。はい、まあいいや。打撃カバチェンに変わります。悟空の時は射撃カバチェンでした。で、こっちは必殺技で追撃が可能と。うわ頭こんがるぞこれ。自身の打撃射撃を使用するために以下の効果を発動。気力回復、気力回復速度アップ、発動回数5回の消極化、体力を回復。こっちも復活阻害持ってますね。だから悟空で倒してもベジータで倒しても復活キャラクターには、まあ、メリットとして能力が発動してくれるっていうことですね。能力内容も一緒で、特殊アーツ、必殺アーツをドロー、体力非回復量ダウン、気力回復、射撃用ダメージアップ、敵の特殊カバチェンを無効、15カウント、強い、強い。で、必殺アーツが不死身無効、一緒やね。ただ、モーションは違います。そして、チェンジアビリティ、悟空からベジータに変わって、ベジータからまた悟空に変えることができるってことやね。使用条件も一緒。体力回復、気力回復、ドロ速1段階アップ、必殺用ダメージアップ。いやーこれマジで熱い。まあ必殺アーツにレジェンダリーフィニッシュがついてるってことやね。もうマジでもうほんま感謝やわ。クソかっけえこれ。クソかっこいいわマジで。んだこいつ、どうなのやろうね。まあ神の木の紫枠とか、劇場版の紫枠はきついか。ベジータ一族の紫枠とか、あとは孫一族、まあ、サイヤ人の紫枠とか、結構ありかなとは、うん、思いますね。体力回復が見た感じ多いっていうのと、まあ、シンプルに火力取っていけるっていうのも、まあ、強いかなっていう感じかな。だから、コンボ中に、チェンジゲージ発動して、コンボつながるのかっていうのも、まあ、試してみないとわからないよね。多分、メインアビリティと同じ原理やと思うから、そういう感じで使っていけばいいと思うんやけど、まあまあまあ、楽しみすぎる。で、お次の情報がこちら。はい。トシさんの笑顔が映ってますけど、これ何なのかっていうと、びっくりですよ。今回のフェスティバルのガシャ、ホープソードトランクスと、悟空&ベジータのガシャ、なんと、出現率と配布 Z パワーが3倍。3倍です。えぐくない？ 3 倍やで。2倍とかじゃなくて。えぐいよ。これは。
どういうことなのかっていうと、今までスパーキング当てるためって 10% とかさ、リミテッドに関しては 0.5% でしょ。それが 3% になるんで 30% と 1.5% になるっていう。それだけで嬉しいのに、出現する Z パワーも3倍やから、今まで600配られてたのが1800になるっていうことなんですよ。よくぞ決断してくれました。あなたは神です。マジで嬉しいわ。はい、だから今回の箇所はね、結構引いてっていいんじゃないかなって思いますね。でお次、はい、ブロリー&チライが覚醒と。あんま興味ないけど。まあまあまあ嬉しいね。はい、そして期間限定でゲーム内にブリザード流れます。嬉しいね。うん、まあ実況とかだと流せないけどね。まあこれは個人的に楽しませてもらおうかなと思います。そして、はい、そろそろオラとやろうぜ悟空の防寒着が、実装となります。これも無料ですね。まあベジータがベジータ一族の体力上げだったんで、多分孫一族の体力上げとかになるんじゃないかな。いないよね、孫一族の体力上げって。サイヤ人とかいるけど、高血サイヤ人とか、孫一族っていないと思うんだよな。カカロットが孫悟空ですよね。うん、ありえると思います。はい、という感じなんですが、まだ情報はございます。お待たせしました、こちらスーパーベジット全開覚醒ということです。おめでとう。よかったね、ブロリー&チライで出花くじかれたんちゃうかって思ったけど、まあようやく覚醒となります。こいつがスーパーベジット、リミテッドスーパーベジットの Z パワーをゲットと。はい、超連戦バトルもあります。まあだからリミテッドだろうがなんだろうが、まあこれからは 無料でできるっていうことですよね。うん、これは嬉しいね。はい、でお次、空気階段さん主演、野沢雅子さんナレーションの新 CM 放映決定となります。これはね、YouTube に今から上がると思うし、そのレジェンズフェスティバルの生放送であったんで、まあ見てみてください。非常に良かったです。俺ね、空気階段さん好きなんすよね。普通に好きなんで、ちょっと嬉しかったですね。はい、そして今年も開催、毎日1000名に当たる超プレゼントキャンペーンと、レジェンズオリジナルグッズと選べるギフトカード、ギフトコード、うん、っていう感じですね。はい、まあ、毎日応募できるんでね、参加しましょうって感じやね。今年はもう一つ開催、先着でもらえるプレゼントキャンペーン、最大1万円分の、Apple ギフトカードは Google Play ギフトコード、うん、詳細はレジェンズフェスティバル開始後、公式ホームページ内特設サイトで公開ということで、以上になります。はい、いかがだったでしょうか。もう俺はね、個人的にね、ホープソードだけで終わるかなって正直思った。ただこれこれはさ、神だろうよ、どう考えても。ちょっと新キャラ見ていくか、こんな感じ、神よ。うん、神です。個人的にはね、こっちのガシャを中心的に弾こうかなと思います。まあ、未来より俺は神の木とか劇場版を使ってるんで、まあ、こっちかな。まあホープソードももちろん弾くけどね、確率3倍やし、 Z パワーも3倍やから、わりかし簡単に6トスとかなるんじゃないかなっていう甘い考えを持ってるんで、まあ沼ったガシャ動画が公開されたら盛大に笑ってやってください。身勝手のなんか思い出したくない記憶もあるんでね。ということで、皆さんは今回のレジェンズフェスティバル期待していますか。まあ、皆さんの感想をね、コメント欄に書いていっていただけると、まあ、楽しい動画になるかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。